私は日本共産党を代表して国立大学法人法一部改正案について文部科学大臣に質問いたします。そもそも大学の自主と学問の自由は戦前国家が学術研究を弾圧介入した歴史の反省に立ち23条をはじめ日本国憲法が高く掲げた不動の原則です。大学自主と学問の自由についての文部科学大臣の見解をまずお聞きしたい。2004年の国立大学法人化に際して政府は大学の自主性自立性を高めるためと言いました。しかしその後行われたことは運営費交付金の削減であり学長権限強化の名のもとに教授会を学長の諮問機関にし文部科学大臣が任命する幹事の機能権限を拡大しさらには大学ファンド法国際卓越研究大学法はリスクを負うファンドの運用益でわずか数校のトップ大学に限定的な支援をするというやり方で政府が大学を意のままにコントロールしようとするものでした。大臣、大学の自主自立に基づく大学運営大学の自治をこれまでにない規模で破壊してきたことへの反省はないのですか。本法案では大規模な国立大学法人に設置することとされる運営方針会議の構成員である運営方針委員は学長選考監察会議との協議を経て文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命するとされています。なぜ委員の選出に文部科学大臣の承認が必要なのですか。これは政府の意向に沿わない委員について承認しない可能性があるということではありませんか。答弁を求めます。大臣の承認を必要とする仕組み自体学問の自由大学の自治への乱暴な介入で許されるものではありません。そうではないというのならその担保はどこにあるのか明確にお答えいただきたい。運営方針会議の設置について国際卓越研究大学法の審議の際には国際卓越研究大学以外の大学には同様のガバナンスは求めないとされていたにもかかわらず本法案では政令で指定する大規模な大学すべてに設置することとされており大学関係者からは騙し討ちとの声が上がっています。文部科学省は一体いつ方針転換しそれはどこで誰が検討したのか答弁を求めます。本法案は国際卓越研究大学の制度を足がかりに一層選択と集中を進めるため合議体を大学に作らせ大学を政府の意のままにしようとするものです。政府の助成を受ける代わりに国の介入を許し結局はデュアルユースの名目で軍事研究にさえ手を染めさせようとするものではありませんか。答弁を求めます。大臣、なぜここまで研究力が低下してきたのかその反省と分析がありません。研究力強化のために必要なことは大学の運営費交付金をはじめとする基盤的経費を抜本的に増やすことであります。基盤的経費を削減し選択と集中を推し進めてきた結果大学の資金が枯渇し研究が立ち行かなくなり人件費の削減や非常勤教職員が増加しているのではありませんか。答弁を求めます。今年3月末理化学研究所や一部大学で任期付き研究者の大量雇い止めが強行されました。その数は約3000人に上ります。必要なことは教員や研究者の勤務条件を任期付きや非常勤ではなくて正規雇用とし安定して自由に教育研究に打ち込めるようにすることではありませんか。これこそ真の研究力強化の道である。このことを指摘して私の質問を終わります。